今日はミリオンゴッド神々の凱旋で勝負しましょう。出てこい。いやー楽しくなってきたー。大変、車も大変だし。おお、作っちゃうんだな見せ場を。おやおやおや、イエイ。おー、やめてー、もうそれやられたら勝てなくなる。回ってます、ちょっと待って、俺多分行きましたもん。赤ドラ取りました。やめてー。ありがとうございます。ああ、ゴッドも赤ドラも持ってきましたね。兄貴、演者ゴッド頂上決戦取りますよ私が。獲得枚数が戦国。ああ、やめてー、もうそれやられたら勝てなくなる。赤ドラ取りました。ありがとうございます。よっしゃ、もうさあ、兄貴兄貴兄貴が欲しいの最近引きました。ゴッドも赤なるも持っていきましたね。兄貴悔しい。演者ゴッド頂上決戦取りますよ私が。兄貴乗せてから言え。まだ乗せてない。その中でやっぱね、隣に、まあ、あるゴッドの神ですから、ゴッドの神がいるから俺もやれてるんだと思う。こっちもセットありましたよ。ありました、ありました、ありました。ここが一応、まあ、目に見える形ではストックした分のラストだったんですけど、はい、補正のステージです。よし、まだやれる。ナビが来ない。来た、でかい。これは大丈夫だろう。あれ、まずいぞ。ゼロはダメ、ゼロはダメよ。さあ、これは死を覚悟。ここで引ければ、あー、でっかくな赤ならまあいいよ。残念だけど、いいや、悔しい。どんまい、どんまい。さあ、これで5セット目までが終了です。ポセイドンステージいましたので、当然ここは6セット目突入となります。ここからですよ、問題は次のセットがあるかどうか分かりません。ゆうちゃろさんが今、はい、どこまで確定したんだ。9なんで9までか、あと2つか。2500枚くらいはいきます。さあ、これで6セット目終了後、7セット目があるかどうかは分かりません。獲得枚数、私シートは1726枚と、投資が1012枚でしたので、現時点ではプラス614枚というところで一旦終了です。サマイ数でゆうちゃろさんもプラスになったんですよね、今ね。プラスです。さあ、ここどうか、7セット目があるかどうか。お願い。よし、これはありそう。ないんか。6セット、ただまだ時間ありますんで、しっかりと挽回していきたいと思います。なかなかいい勝負だな。凱旋で接戦になることってあんまないですけどね。そう、どっちかが死ぬか、ね、どっちかが、ね、リードしちゃうみたいな。はあ、あ、おった、外れから10セット目ありがとうございます。よいしょよいしょよいしょ。あんたどっかの鉄人の真似してないそれ。よいしょ。俺も昔から口癖でよいしょを使うと寺井くんのパクリみたいな感じになっちゃうから、はい、でも聞いて使ってるんですけど、でもやっぱり寺井くんの答えみんな知ってるから、収録してる時にこう写真撮ってくださいって言われた時に、はい、だいたいこれやると鉄板で受けるんですよ。じゃあ撮りますってやると、寺井くんじゃないですかっていう、絶対そこでツッコミが入るから必ずやるようにしてるんですけど、
僕もでもそれたまにやるんですけど、はい、僕も似たようなポーズでポスターとか撮ってることがあって、はい、寺井さんの真似をちょっと冗談で、はい、あじゃあポーズお願いしますって言われて、はい、こうしたら、はい、あいつものやついいですねとかって言われて全然気づかれなかったとき悲しかったです。兄さんいただきました、兄さんいただきました、11セット目兄さん兄さんゴールですよ兄さん、ゴールですよ兄さん、ちょっとやばくないですか、やったぜ、やりすぎやないですか兄さん、何セット、3セット今の3セット取りました兄さん、これですよ、鉄人敗れた。とにかくここからぶん回して次の当たりを早めに切ってそれを一気に伸ばさないと、はい、間に合わない、のんびり打ってたら間に合わないんで、もうちょっとゆうたろさんがあまり続かないことを願いながら分回していきます。シーサーさんって大事な場面で今までこう引いてきた伝説を作ってきたわけじゃないですか、やっぱ動画の歴史の中でパチンコ動画の結構引いてきましたね、はい、やっぱそこがやっぱり持ってる人ですよね。まあたまたま運が良かったっていう回は何度かありますけどね、はい、でもやっぱりこのパチンコパチスロにおいて運がいいっていうのはとても重要じゃないですか。そうですね、はい、おっしゃる通りで、これやばいですけど僕もシースさんには勝てないですけど、はい、数々のところで、まあ、ちょい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 見せ場を作ってきたんですけど、はい、この前本当に自分でうわ俺ってこの仕事するために生まれてきたんじゃないかって思ったのが、おうおうおう、あの僕最近彼女ができて、はい、ハナハンドでビッグ紹介してる時に彼女があの1ゲーム連のフリーズ見してよって言ってきたんですよ、はい、見たいって、はい、私まだ見たことないのって、はい、で俺がじゃあビッグ消化中にじゃあそこで1ゲーム連本当に知ってフリーズしたら結婚しようねって冗談で言ったんですよ、はい、フリーで、はい、どうせできないと思ってるから、はい、そしたらしたんですよ、やばくないですか、やば、じゃあもうそれがプロポーズになったわけですね、結果おめでとうございますおめでとうございます。僕がこれ確定セットここまでですね、13セット目ここから出てくるかどうか、早く終わってしまえ、早く終わってしまえ、終わってしまえ、早く終わってしまえ、終わってしまえ、終わってしまえ、わかりませんよ、ゴッドのループがね先出てきたんでまだ出てくる可能性全然あります。まあちょっと厳しい勝負になってきたな、ここでまたハマり出すっていうのは相当つらい、これゴッドを、はい、いっぱい引いた方が勝ちにします？急にルール変更ですか、まさかの鉄人からのルール変更の申し出、なんでもありかこの企画は、俺が法律なんだよ裏審査がどんどん出てきた、いやだって負けたくないもんはーしんどいな、収支的には全然しんどくないんですけどこのゆうたろうさんとの差がしんどいな、はい、ちょうど僕3700枚出て確定セットここまでなんでここ続くかどうかでございます。もうやめて、もう十分やろ、もういい、もう終わって、さあ行きましょう、ループが出てくるか、いやもう行かなくていいですよ、1ゲーム目非転敗、2ゲーム目鏡つくか、13ゲーム目シナリオとしては結構普通、4ゲーム目あるいらん、もういらん、いらん、やめて、もういらんって、鏡来い、いらん、あれ、あよし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 、はい、あらららら、らさあ次はこっちの番だ、見とけよこの野郎、追い越すからな、あらら、終わったな、待っとったよ終わるの、終わると思ったんだけどな、さあ行け、ゆうちゃろさん終わりましたよ、前様出番です、ゆうちゃろさんが終わりました、お願いします、よかろう、もうゆうちゃろさん終わったんで、あとは僕らが出すだけです。待ってました。お願いします。そこです。これです。ありがとうございます、先生様。ここです、ね。芝居審査。では、入れ替わりということで、行かせていただきます。先生様。あ、ここでございますね。一番上でお願いします。ここで。鏡来ました。SG チャンス、神様、ちょっと
そろそろ次のあたりをください。いや今日大丈夫でしょう。さあ僕が、都市参考で3700枚出たんで、ちょっと店内軽く散歩してきますわ兄さん。ただ3枚数実はですね、僕1012枚の都市でまだ600枚ぐらい持ち替えあるんで、マイナス400枚ぐらいなんですね。でゆうたろさんが言ってもプラス2000枚ぐらいなんで、実は僕とゆうたろさんの3枚数って1600枚ぐらいしかないんですよ。これからゆうたろさんが通常時回していって、僕が当てて3セット4セットの相手消化したら、それで逆転しちゃうんですよね。まだそういう時に AT が終わった瞬間のこの離席で時間稼ぎかなんか知らんけど、こういうことやられるとちょっとね、やられてる方もやもやしますね。もうなんていうんですかね、サッカーの試合の試合終了間際でボールキープをされてる相手に対してファールしてでも取りに行きたい気分、もう連れ戻したい気分です。わかりますよね。早く戻こう。もう当たってる、シーズン当たってると思ったら隣の台だった隣の台でした。俺の勝ちは揺るがない。ただ今です。いやー店内すごい活気でございました。あ、本当どうでもいい話なんですけど、僕もうお店のことを喋るときにお客様って言うようにしてるんですけど、はい、これシーサさんの影響です。あ、そうなんですか、はい、突然ですけど何のオチもないですけど。いやー AT が終わった瞬間時間稼ぎかのように履歴したゆうたろさんが戻ってきたらちょっと言おうとしたんですけど、あ、そうですか、はい、はい、ちょっとかすかされたな。きついっすよね。なんかコーヒーでも飲みます？え？怒りますよ。いや、結構です。コーヒーレディ呼びますか？手を止めてる時間がもったいない。コーヒーレディ来たら僕ご馳走するんで。あ、いや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 、いいですいいです。僕3500枚もあるんですよ。いやいや、好きなもん飲んでくださいよ兄さん。僕勝ってますから、僕は。腹立つな。勝ってますから。腹立つな。大勝ちですから今日。気にせず飲んでくださいよ。いやいや、いいですっていいですって。飲んでハマりを軽減してくださいよ兄さん。あ、すいません飲んでくださいよ。出してるんで、俺出してるんで今日。あー、デコピンしたくなってきた。そのおでこに出してるんで。カフェモカ。カフェモカ。カフェモカ、あ、いいですね。カフェカフェモカとドデカコーラ。はい、久しぶりに聞いた。砂糖入れますか？はいはいはい。そろそろ頼む。もう750ゲーム過ぎてます。当たってお願い。もうきついよこれ以上のハマりは。お願いお願いします。お願いします。ドット様、もうアテンド時間がどんどん少なくなってます。1回ぐらいリップ4して、よし、これでチーズトップ決まった。え、うわ、VT 来てる。よし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 、あのゼロの煽り来てないんで、ここはボットゲームの延長ですね。 AT プラスストップということになりそうです。さあここから反撃ののろしを上げていくぜ。ちなみに投資は変わっていません。22本のまま持ち込んでの当たりになります。ちょっとゲーム数はかかった分、もうほとんど持ち込んでの方なくなってしまいましたけれども、それでも手元に200枚ぐらい残しての当たりということになります。なのでマイナス900枚ぐらいからのゴッドゲームですね。これで当たりになります。777ゲームと7のとろめのゲーム数、いいところで当たりました。何かのこれね。そして、先ほどのリプレイ4連の G ストップは AT の後ですね。参ります。ここからなぜ鉄人と呼ばれるのかしっかり見ていただきたいと思います。シーサーさんの以外の人がね言うとね、はぁって笑っちゃうんだけど、シーサーの場合なんかありそうだ、これ AT 確定からの。出しますよ、乗せますよ、ここで勝負決めますよ。一つ言っときましょうか、はい、今プラス何枚ですか？今プラス2000枚
くらいですね。僕が、はい、今マイナスが800枚ぐらいなんで、はい、2800枚以上だったら僕勝ちです。現実的だと思いません？ジースト次第では全然ありえるな。余裕こいてジュースをおごってる場合じゃなかったこれ。シュンさん、ドリックス、あ、ありがとうございます、いただきます。タイミング悪いな。これハマってるからちょっとおごろうと思ったのに。めちゃくちゃ美味しいこれ。今おごるのはちょっと違う気がするな。これ失敗した。これカフェモカ？カフェモカです。さあ今回も1セット目の100ゲーム間は特に何もなく消化となります。253枚です。まずは2セット目があるかどうかの5ゲーム。まあ、ここはしょうがないかな。さあここです。問題は G ストップ、今日2人合わせて初突入となります。行くぞ。おい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 、全然ダメやんか。あれ、これは厳しいよ。ボタン鏡ゼロ。でもエスト V はある。嘘でしょ。逆に珍しいわ、通常時の G ストップで。これめちゃくちゃ振り分け悪かったっすね。あー終わったー。嘘ー、今のは痛すぎるよー。おーい、決着ついたかも。おかしかろ今の。今のおかしかろ。演技中じゃあるまいし。ちょっと苦しかったですね。鏡ゼロ、どうしようかな。あ、ゴッド、これ移動した方がいいと思うんですよね俺。いやもうちょっと様子見た方がいいんじゃない。マジっすか、マジっすか。なんかもう一展開ありそうな。いや嘘、それはちょっとね。やめん方がいいような気がする。やめるならもう僕それ打ちたいですけどね。マジっすか、絶対嘘じゃん。いやほんとほんと、確定役引いただけっすよ俺。いやだからですよ、だから。ならいや僕ならまあまあ開いたらそれ打ちますけどね。いや僕だったらですよ、はい、今からっすけどねこの台。今から悩む、そう言われると悩むな。今からっすよ。僕今これ逆回転して丘行ったので、これ天国ですよね。天国か本店長か。だから言ったじゃないですか、様子見た方がいい。やめなくてよかったっていうパターンですか。当たったとしたらその当たりは僕の当たりになる。すごい、もうすごい無茶苦茶な理論ですよそれは。やりました、305ゲームで1ドロイ。よかった、やめようか迷ってる時のあたりです、まあ、直前にレア役バンバン引いてたんで、まあ、それで刺さったと。なんだろう、直前にレア役バンバン引いてたんで、もう軽い。あーもう悔しかー。まだ終わっとらんですよ、まだ分からんですよ。今なら追いつけますよ、今なら追いつけます。神様、天使様、お
マジで。お待たせいたしました。マジで。お待たせいたしました。激アツと見た。あれ。ああもうやっぱりそれか。今日はダメな日だ。きっと。今日はいかん。スイートラン。はい、126ゲームポチメダルでのあたりとなります。離されずにはついてきてますこのあたり。うそろそろ2発目来そうな気がしません。どっちか、どっちかに、なんか来そうな空気感はあるんですけどね。なんとなくね、なんか来るかもねみたいな。お願いします。木並み様、こっちにも木並み5年以上ください。もうやめてください。やった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 、2回目、やめなくてよかった。決まっただろこの勝負。やりました2回目、やめなくてよかった。兄さんのおかげです。やめるところを引き止めていただいてありがとうございます。ありがとうございます。鉄人たるもの相手に気持ちよく遊んでもらう、この精神がとっても大事でございます。やっぱりね、自分ばっかりが勝つことを考えちゃダメですよ、はい、いかに相手が楽しく勝てるか、これをサポートするのは鉄人の務めだと思ってます。いやー、私今日鉄人として来てますけどね、そういう意味ではいやもう本当満足ですよ。おめでとうございます。本当に鉄人っぽいコメントが。いやでも引いたのはあなただから、はいはい、あなたの腕が良かったのよ。鉄人のおかげです。ありがとうございます。よしよし、お見事。2回目、鉄人たるもの隣の方を楽しませます。これでございます。おめでとう。ありがとうございます。やりました。いや嬉しい、ありがとうございます。2回目これは決まったよもう、鉄人、まあ、勝負はまあほぼほぼ僕からっていう流れですけど、せめてやっぱ鉄人ですからプラス3枚で終わってほしい。さあアクロポリスに行ってからの中段木7で AT 当選となりましたが、2セット目があるかどうか。381枚、いい枚数取れてますね。1セット目、鉄人、鉄人、はい、鉄人、鉄人、鉄人、ようやった、鉄人、ようできとる、ようできとる、上手、上手、ようできとる、よかですよ、よかですよ、よか感じですか、よかですよ、見せろ、見せろ、見せてやれ、行かせていただきます。ほら、もうちょっと心込めて止めな。あ、ダメ、これダメ。ああ、でもいいのか。いや、いい、やりました、鉄人。もう、だって、はい、はい、うわおかしか、おかしか。あ、でも乗りそう、乗りそうですね、ありますね、乗りますね、乗るな、乗る乗る乗る、やりました、鉄人、乗ってるね、イエーイ、イエーイ、お見事、やったぜ、やったぜ、乗ってますね、頑張れよ、頑張れよ、頑張る。こっからの立ち回りでもシーズン次第ですよ。ちょっと他の岸見に行ってみたいと思います。ちょっと見てきます。
頑張るよ若いの。頑張ります。テムチームだったら6号機の一発勝負でもいいですけどね。リゼロとか北斗とか。今回は我がカイドウスタジアムにとってまさに歴史的な戦いが刻まれました。視聴者の皆さんにもその迫力が伝わったんではないでしょうか。それでは発表します。勝者、挑戦者、私はこれで8セットまで確定しておりますので、大幅プラスはもう間違いなくございますね。今日は引ける日だ。メニベール分はこれで終了。2175枚、ない。投資35系で4947枚やりました。花火。まだ逆転できないというわけではなくて、一応ここでめちゃくちゃすごいビッグレーンをかませば逆転できる可能性もあるというところですね。いきます。ゆうたろうさんに勝つためにはまだまだ10回以上足りないんだけど、思いのほかボーナスがね結構軽いんですよ。遅れてます。ここはよし決まった。私ゆうちゃらの収支が投資35系の回収が4947枚でした。私シーサの収支は1012枚の投資に対しまして1093枚の交換でしたので、プラス81枚という結果でございました。はい、というわけでゆうちゃらさん、はい、全問終わりましたけれどもお見事でした。チャレンジャーが手順に勝ちたのが今回初ということなので、まあ、残りの、寺井鉄人、陽介鉄人、そして二郎鉄人も全撃破していきたいと思います。その前に僕とのリベンジ戦があるかも分かりませんので、はい、その時はまたぜひお願いします。わ、はい、かりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。カイドウを愛する者に悪など存在しない、私の先代の言葉、未来の鉄人はあなたかもしれない。今回はこの辺で。それでは。とにかく引きが強い、まあ、引きが強いと言ったら、まあ、八重島もそうなんで、まあ、自分の方がまあ勝てる、まあ、そういう風に感じてます。まあ、自分にとってまあパチスロは、まあ、生活ですかね。ギリギリの生活をしてるんで、いや本当負けれないんですよね。この番組を見ている社員、グッドボタン、チャンネル登録も頼んだ。さらに概要欄からは Twitter のフォローもお願いする。カイドウを愛する諸君、期待しているぞ。